観光情報番組読みたんラジオ。スタート。2013年11月8日11月8日金曜日、時刻は午前9時になりました。観光情報番組読谷ラジオ、本日のナビゲーターは私前川あやみでお届けしてまいります。 FM 読谷をお聞きの皆様、おはようございます。さあ花の金曜日ですね。はい、学校お仕事の方ね、今日頑張れば週末ですよ。そしてね、今日からまた観光で沖縄に入られた方多いかと思いますけれども、はい、レンタカーの中で今このラジオをね、まさに聞いているあなた、はい、沖縄へ面相で、どちらから来たんですか、ずっていうさ、はい、どちらからいらしたんですか。ぜひね、この番組にもね、はい、皆様からのお声ね、送っていただきたいと思います。先にですね、この番組どういった番組なのかと言いますと、観光で沖縄にいらした方、そして地元沖縄県民の皆様に、沖縄県の中の読谷村という場所のね、歴史や文化、自然、そして地域の声など、その他たくさんの読谷村の良さをお伝えしていく番組となっております。ガイドブックに載っている情報はもちろんなんですけれども、ガイドブックに載っていないディープでコアな情報も一緒にお届けしてまいります。この番組からの情報をきっかけに、皆様がここ沖縄県読谷村に足を運んでいただければ幸いでございます。しかもこの観光情報番組読谷ラジオですね、毎朝365日朝9時から生放送でお届けしております。本日もですね、機器調整のため、いつもはサテライトスタジオからなんですけれども、今日は FM 読谷本スタジオの方から生放送でお届けしてまいります。曜日ごとに楽しいコーナーも設けておりますので、これを聞いてぜひあなたも読谷通になっていただければと思います。さあ沖縄県の中のね、読谷村、中部に、沖縄本島の中部にある村となっているわけなんですけれども、なんと来年には日本一、人口の多い村としても任命されます。さあそんな人口日本一の村まであと54日、ね、あと54日となりました。23の朝からなるここ読谷村なんですけれどもね、はい、そんな読谷村の魅力だったりイベントごとなどもね、交えながらこの番組で皆様に紹介してまいりますので、沖縄県に来たからにはやっぱりね、読谷村の方にね、立ち寄ってハンドルを切っていただいてね、読谷村の風景少しでもね、楽しんでいただければと思います。さあこの番組10時までの約1時間となっております。本日のナビゲーターは私前川あやみでお届けしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ本日の観光情報番組読谷ラジオ、ドライビングナンバーをお届けいたしましょう。 BGM を聞きながらね、ウキウキした気分で読谷村の海沿いなんてドライブいかがですか。本日のドライビングナンバー、ボニーピンクで A Perfect Sky お届けいたします。ちょっとだけ
観光情報番組読みたんラジオ、本日のドライビングナンバーをお届けいたしましたのはボニーピンクで A Perfect Sky でした。情報番組読みたんラジオ、時刻はちょうど9時10分に
なったところでございます。さあ観光にいらしている方が気になるのはやっぱりねお天気ですよね。はい、その日どこに行くかというのもお天気がね左右する部分も大きいので、はい、皆様に、お天気情報お伝えいたしましょう。こちら本日11月8日午前5時沖縄気象台発表の天気予報でございます。本島中南部本日は晴れマーク出ております。降水確率が1日を通して 10%、 日中の最高気温27度、東の風で波が 1.5 メートルのち2メートルとなっておりますよ。さあ明日もね、はい、晴れマーク出ておりますので、はい、週末は楽しめそうですね。そして、お天気情報に加えまして、いつものように読谷村は宇佐という場所があるわけなんですけれども、はい、読谷村の地図で見るとも一番左にね出っ張ってるところ、はい、読谷村の宇佐、その残波岬、そこにある残波岬の手前に残波岬憩いの広場という場所がございます。その中のティーダサンサンレストランの方とですね、いつも電話中継をつないで、そこのコアなお天気情報、海の情報を教えていただいております。今日もつながっておりますよ。では早速お呼びしましょう。おはようございます。おはようございます。はい、おはようございます。今日はワイルド比嘉さんこと、ティーダサンサンの店長比嘉店長より情報をお伝えしていただきます。では比嘉店長よろしくお願いいたします。はい、かしこまりました。読谷村宇佐上空、雲がまばらにあるんですが、とっても快晴でございます。風もすごく爽やかなんですが、少しこう動くと汗ばむ感じの海も紺碧、それからブルー、綺麗な海ですね。なんとも心が落ち着く感じでございますが、明日明後日ザンパジャムというイベントが、宇佐の憩いの広場で開催されます。それに伴いまして、ティーダサンサン、明日、明後日の営業は、バイキングを企画しております。大人1300円、子供、小学生600円ですね。多分、混み合いが期待されますので、皆さん、お越しくださいませ。はい、以上です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本日もですね、ティーダサンサンレストランの店長、比嘉店長より、情報をお伝えしていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ観光情報番組読谷ラジオ、時刻は9時13分になっております。皆様からの情報メッセージもお待ちしておりますよ。メールアドレスすべて小文字です。 fm 数字の786 @fmyomitan.co.jp、 fm 数字の786 @fmyomitan.co.jp となっております。さあ、この後ですね、皆様に、はい、聞いてるあなただけに、ね、お得な情報、リスナー様特典情報、リスナープレゼント情報、そして、読谷なんでも調査団と、今日は読谷村のね、観光施設としてはもう外せない体験王国紫村の情報も皆様にお届けしてまいりますので、チャンネルはそのままで。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村、他各社の提供でお送りいたします。さあ皆様、ね、このラジオどちらで聞かれておりますでしょうか。 OTS オリックスさんの、ね、レンタカーを活用されてる、ね、あなた、はい、パンフレットの中にですね、この読谷ラジオのチラシ挟まっておりますよ。ご覧になりましたか。はい、ドライブマップと、ね、ぜひ開いてみて、沖縄の観光と、ね、読谷ラジオからね、情報もゲットしていただいて、ぜひ沖縄県読谷村の方にね、はい、足を運んでいただければと思います。 CM の後もまだまだ続きます。観光情報番組読谷ラジオです。
あーなんか買ったりいいけど面白いことないけ。なんか観光情報番組読谷ラジオみたいなラジオあるみたいやよ。何それ。まあ聞いてみよう。観光情報番組読谷ラジオ。さあね、ギャルがテーマでね今のジングルを撮ったんですけれどもね、もうなんともなりきれてない具合が否めないですね。はい、観光情報番組読谷ラジオ CM 明けまして時刻は9時17分になっております。続きましてはこちらのコーナー、読みたん、なんでも調査団。さあ読みたんなんでも調査団、どこにでもあるでもそこにしかない読みたんラジオから始まる発見と触れ合い、あなたの知らなかったそうなんだの枠を広げる読みたんなんでも調査団でございます。さあ今日はですね、読谷村のキナという場所にございます JA ファーマーズマーケットユンタ市場のご紹介なんですけれども、はい、 JA ファーマーズマーケットといえばもうね、本当に沖縄県内の各市町村、まあ、各ではないですね、でもまあもう本当にいろんな市町村にですね、その土地独特の特産品とかね、はい、販売されていたりだとか、はい、地域の方が集まる場所、そういう場所があるわけなんですけれども、読谷のファーマーズマーケットとは読谷でしか楽しめないものね、はい、いろいろ販売しております。そんなユンタ市場のね、ご紹介皆様にお届けいたしましょう。さて今日は、ユンタ市場の方に足を運んでおります。ここですね、地元の、農家の方々が丹精込めて作ったお野菜がたくさん、手に入れられるということでですね、気になりました。はい、早速詳しい内容ですね、スタッフの方に伺っていこうと思います。こんにちは。じゃあ自己紹介からよろしくお願いいたします。はい、読谷村ユンタ市場で、米を精米担当しております国吉匠と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、早速なんですけれども、はい、ユンタ市場の場所、そして、はい、どういった内容をされているのか、はい、っていうのを教えていただけますか。はい、わかりました。はい、こちらのですね、ユンタ市場ですね、中部に立っておりまして、住所がですね、ありました、すみません、沖縄県中上郡読谷村キナ2346-11番地に立っております。はい、で事業内容といたしましては、農産物直売所ということにですね一応なっておりまして、地元のお野菜を中心にですね販売しております。はい、ちなみに、どういった方々が生産者としているんでしょうか。そしてどういった商品が並んでいるんでしょうか。はい、ですね、基本はですねやっぱり読谷に立っておりますので読谷村 の生産者の皆様がいまして、約今会員が600名ですねの方々が、手作りのお野菜を作っております。そして今時期的にはですね、何があるのかな、まあ、葉野菜を中心にですね今たくさん出ております。ユンタ市場には、観光に訪れたお客様、ね、どのように来たらいいのかなっていうふうに思うんですけれども、場所そしてアクセス方法など教えていただければと思います。はい、ですね、場所といたしましては、南部の方から来る方はですね那覇からこう名護向けに58号線まっすぐ走りますと、読谷村という、ま、地域に入りまして、58号線ですね、読谷高校の交差点を過ぎてですね直進しますと、大きくですね左手の方に、JA 沖縄読谷ファーマーズマーケットユンタ市場ということで大きな看板がですね一応道の方に出ておりますので、そしてそちらの方左に曲がっていただきまして、まあ、名護からの方も反対ですね、読谷向けに走っていただきまして、まあ、右手の方に大きな看板がありますので、そちらの方に来ていただきまして、まあ、分かりやすく言えば読谷村役場の裏ですね、読谷村役場を、目標に来ていただければ分かるかと思います。はい、高速で来る際にはですね、沖縄南インターを降りて、最初の信号を左にずっと道なりにですね、
で58号線にぶつかりますので、そこからまた、北向けに上がっていただければ、ね、ユンタ市場の看板が見えてきますので、ぜひ、観光にいらした方、ユンタ市場の方にお越しになってみてください。では最後に、読谷村に観光に訪れる方々に、メッセージお願いいたします。はい、読谷村ですね、観光施設、そしてまた世界遺産などたくさんあります。その中でやはり、J 沖縄ですね、読谷、ユンタ市場が推しているものが、読谷の特産物であります紅芋でございます。読谷村の紅芋を使ったですね、お菓子、そして、加工品などもですねございます。ぜひですね、読谷村に訪れた際は、ぜひユンタ市場で、読谷の特産物紅芋を味わっていただければと思います。はい、はい、ということで、お話国吉さんに伺いました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、今ね、読谷なんでも調査団でお届けいたしましたのは、JA ファーマーズマーケットユンタ市場でございます。さあ、今ねレンタカーでこのラジオ聞かれてる方多いと思いますけれども、まあね、やっぱり観光される際にはこう地図って必要ですよね。はい、もう知らない土地なので、はい、どこをどういうふうに回ったらいいかなとか、どこが楽しいかなとかね。はい、さあ、そんな時に読谷村に来たらね、読谷村に来る時はもうぜひ手に入れてほしい地図ございます。その名も読谷村大鳥マップ。はい、読谷村大鳥マップというものが読谷村にはございます。こちらへ読谷村の観光協会がですね、はい、発行している地図となっておりますけれども、はい、表にはですね、読谷村の地図と、もうそこにはですね、飲食店、工房、ショップ、宿泊施設、病院、チャペル、景勝地文化財、ビーチ施設、レジャー施設、戦績、その他たくさんのね、情報が載っております。そして裏の方には声で綴る読谷43景ということで、はい、読谷中、そして、うちなんちに聞きました読谷村のこんなところが好きというね、お声がたくさん詰まった地図がございます。これはですね、コアな読谷村を知るにはもってこいの地図でございますよ。さあ、その中にですね、はい、あるお声をちょっと紹介しましょう。今のね、ご紹介いたしましたユンタ市場に関するお声なんですけれども、こちら、自営業の S さんですね、ユンタ市場に行くと読谷の巣の部分が見えてくるような気がします。特に野菜、肉、パンまで読谷で生まれた紅豚モズバーガーは最高のご当地バーガーだと思う、ね、こういうお声が読谷村大鳥マップに載っているんですよ。ね、先ほどご紹介いたしましたユンタ市場ですね、読谷村のキナという場所にございます。営業時間がもう午前9時からスタートしておりまして、夕方、いや夜かな9時から19時までとなっております。で、詳しい情報を知りたいという方はこちらまで、098-958-1124、098-958-1124、読谷ファーマーズマーケットユンタ市場まで。はい、地域の特産品だとかね、お土産品とかもう本当に幅広く品揃え豊富となっておりますのでね、まあぜひ、しかも58号線にもうほとんどね近い場所にあるので、すごくアクセスもねしやすい場所となっております。読谷村にね訪れる際には、はい、地域の雰囲気、空気が楽しめる読谷ファーマーズマーケットユンタ市場にぜひ足を運びください。以上、本日の読谷なんでも調査団、 J ファーマーズユンタ市場、お届けいたしました。さあ、観光情報番組読谷ラジオを聞いてるあなたにお得な情報がございます。まずこちらからいきましょう。こちら、読谷ラジオごちそうやさまさまリスナー特典情報でございます。読谷村のウフ堂という場所にございます。居酒屋ごちそうやさまさま、大当たりと書いてウフ堂と読みます。こちらですね、アクセス方法が那覇から
名護向けに国道58号線を北上していただきますと、まあ、読谷村入りましてイラミナ交差点の看板がございます。そこにはですね、あの歩道橋もありますので、はい、それ目印にしていただきたいんですけれども、はい、そのイラミナ交差点の看板をね、6号線向けに左折していただきます。その道をずっとまっすぐ進んでいただきますとですね、右手に居酒屋ごちそうやさまさまさん見えてまいります。建物も看板もですね、すごくあの特徴がある色ですので、赤とオレンジかな、すごく目立ちます。はい、すぐにわかると思いますよ。さあ、そんな居酒屋ごちそうやさまさまさんから、なんとラジオを聞いてるあなたにお得な提供がございます。観光情報番組読谷ラジオを聞いて、入店時にキーワードを言っていただくだけで、ビール、麦職人か各種カクテル類、酎ハイ各種、ハイボール各種、もしくはソフトドリンクのどちらか一杯を無料で提供いたします。さらにお子様連れの方はお子様限定でデザートのサービスもいたしますよ。もちろんですね、あの先ほどのドリンク一杯無料の券もね、赤ちゃんの分までちゃんとカウントされますので、はい、ご家族でも楽しんでいただけます。サービスは赤ちゃんまで無限大ということで、はい、さあ気になる、キーワードこちらでございます。台風でも空いてます様々、台風でも空いてます様々。さあね、今のキーワードを入店時にですよ、ポイントは入店時に、入ってしばらくしてからではなくて入店時に店員さんに伝えていただきまして、今のねリスナー特典情報をね活用していただきたいと思います。さあ、そして、もう一つリスナープレゼントございます。沖縄コカコーラから沖縄限定オリジナルデザイン缶3本を1セットにした商品を1名様にプレゼントいたします。応募方法は FM 読谷に電話でプレゼント希望というか、もしくはメールで、ね、プレゼント希望というふうに名前と連絡先も忘れずに添えてくださいね。電話番号が 098-958-7860 098-958-7860。 そしてメールアドレス、すべて小文字です。 FM 数字の786 @ FM 読みたん .co.jp となっております。もらえるものはもらってください。はい、皆様からのメッセージお待ちしております。 CM の後もまだまだ続きます。読みたんラジオです。あなたも沖縄を体験、紫村情報。
な王朝時代を築いた15世紀頃の町並みを再現してある場所、32の工房、その中に101の体験ができる場所を完備してあるのが体験王国紫村でございます。さあ、このお時間、皆様に読谷村といえばも外せない観光施設、体験王国紫村の情報をお伝えしてまいります。さあ、いつもここでですね、お声をいただきましょうということで、はい、歩くイケメン国吉潤さんが登場する予定だったんですけれどもですね、今日はちょっとお忙しいということでですね、はい、私の方から紫村さんの情報をお伝えしてまいります。はい、体験王国紫村、こちら32の工房、101の感動体験テーマパーク、ね、となっておりますけれども、もう有名だと思いますね。もう読谷村、そして県内でも有名な観光施設となっております。読谷村のですね、高志保という場所にございます体験王国紫村。はい、こちらアクセス方法がですね、まあ、那覇から約27キロ、まあ、車で約1時間ぐらいですかね。はい、周囲を美しい海に囲まれた沖縄県でも有数の観光スポットとしても知られる読谷村に紫村はございます。はい、空港だったり中北部の観光施設へのアクセスも大変便利な場所となっておりますので、はい、ぜひ観光プランの中に組み込んでいただきたい場所となっておりますけれども、さあ、そんな体験王国紫村でですね、はい、工房スタッフの思いを感じながらね、園内の石畳をお散歩気分で歩いてみませんか。はい、体験王国紫村、こちらはですね、NHK の大河ドラマ琉球の風のオープンセットとして使用された舞台で、沖縄の文化、芸能、芸術が体験できる場所と、ね、なっております。体験施設がですね、また本当にたくさんあってですね、この15分間ではもう紹介しきれないぐらいなんですけど、バーッとラインナップ伝えていきましょうか。まずはですね、久米体験館の中からですね、芭蕉ひもアクセサリー体験、シーサーの色付け体験、こちらオリジナルのシーサーにね、色を塗って自分だけのシーサーを完成させようというね、お土産にもぴったりな、はい、体験でございます。それからですね、染色染め体験、染め物の体験ですね、とか琉球の藍染め体験、そしてトンボ玉アクセサリー体験、こちらは女性の方に人気なんじゃないですかね。はい、実際にバーナーでガラス棒を溶かしながら作ったトンボ玉でアクセサリーを作ります。もちろん持ち帰れます。はい、その他ですね、薬膳茶ブレンド体験、馬との触れ合い体験、黒糖作り体験、粘土シーサー&押し花&手作りろうそく体験、そして吹きガラス体験、レーシングカート体験、空手体験なんかもございます。こちらですね、実際にですね、なんて言うんだろう、ですね、ナビゲーターじゃないか、こう教えてくれる方がいるんですよね。はい、それを教えていただきながら、はい、空手体験楽しめるわけなんですけれども、そしてですね、その他にもジェルアート体験だったり、シーサーの色付け、ジンベエザメフィギュアの色付けもございます。そして、琉球アダン筆作り、こちら琉球幻の筆ですね、200年の歴史があって、琉球王朝時代に使われ、一本の根っこから一本の筆が生まれる、ね、そんな琉球アダンの筆作り体験もできます。その他ですね、花織体験だったりですね、瓶玉編み体験、まだまだありますよ。はい、ネームプレート作り体験だとかね、ね、もう本当にたくさんある。あ、瓶型染め体験、瓶型すごい綺麗ですよね。はい、観光にいらしている方ね、もうすごく惹かれると思いますけれども、はい、王朝時代からの伝統的な、染色技術で色鮮やかな瓶型のテーブルセンターを作ってみようね、実際にこちら作れます。そしてオリジナルインテリア作成体験だったり、オリジナル T シャツも作れたりします。その他ですね、琉球貸衣装体験
もできますし、サーターアンダギーとか沖縄そばの手打ち体験もできます。作って食べて体感できますよ。その他、万華鏡作り体験とかですね、やちむん体験、こちら焼き物ね、実際に作ったりですね。それから、カンカラ三線制作体験、三線教室体験、キャンドルアート体験もたくさんございますね。えもう今聞いてて、こんなにみたいな。はい、もうこれなかなか一日ではね体験しきれないんじゃないかなというふうにもね、はい、感じますけれども、でもですね、体験王国紫村さんはですね、営業時間もね、はい、ありがたいんですよ。はい、営業時間がですね、各体験工房9時から、夕方6時まで、まあ、最終受付は夕方5時となります。はい、そして体験夢工房という場所はですね、9時から夜の9時までちょうど12時間、はい、最終受付が夜8時となっております。体験王国紫村さんですね、入場料金大人が500円、中高生が400円、そして小学生が300円となっておりますよ。そしてですね、やっぱりこう体験してやっぱお腹も空きますよね。はい、もちろん、お食事どころも完備されております。はい、そこが魅力の体験王国紫村さん。はい、お食事どころはですね、レストラン待機、まずは一つレストラン待機、こちらですね、地元客でにぎわう、バイキング専門店となっております。メニューはですね、タコライスだったり中身汁だったり、沖縄料理が盛りだくさんとなっておりますよ。その中でもですね、待機自慢の、はい、レストラン待機自慢のプルプルテビチはもう一番人気でございます。はい、こちら、ランチバイキングがですね、大人が980円、小学生が660円、そしてディナーバイキングが、大人が996円、安いディナーバイキング1000円もしないです。はい、996円、そして小学生が800円となっております。ね、この後ランチまだね、場所決められてない方ね、今那覇でちょうどねレンタカーを借りてちょうど出発した方もね、ちょうど読谷村に着く頃にいいぐらいじゃないですか。はい、ちょっと体験王国を体験して園内楽しんでいただいた後にレストラン待機さんでね、お昼を楽しんでいただく。ランチは11時から15時、そしてディナーバイキングは夕方5時からなんと深夜11時までとなっております。そしてもう一つお食事どころございますよ。こちら琉球武家屋敷ジャナーテという場所でございます。はい、琉球料理が堪能できる、そして、お食事をしながら琉球芸能もご堪能いただける、それがジャナーテでございます。はい、営業時間がですね、沖縄そばやジャナーテ、こちらお昼からも空いてますよ。お昼11時から夜の8時まで、はい、この後ランチにぴったりですね。はい、こちらではですね、読谷紅豚そば980円、こちら限定15食となっております。そして、沖縄そばも525円から楽しめますよ。やっぱりですね、こう体験して観光施設回って、でまたお食事どころを探したりね、なんて言うんだろう、移動したりとかって時間がやっぱかかりますよね。観光にいらしてる方、やっぱり効率よくたくさんぎっしり沖縄を楽しみたい、そういう方ね、やっぱり多いと思いますけれども、体験王国紫村さんもそんなあなたにもってこいの場所でございます。読谷村の高千穂にございますよ。そしてね、体験とお食事どころと、なんとそして、滞在施設まで完備されております。こちらホテル紫村、体験滞在型宿泊施設ということで、もう紫村園内のすぐ隣ですね、歩いても5分もかからないですね、3分ぐらいじゃないですか。はい、紫村に滞在して紫村を一日中楽しもうということで、はい、朝起きてね、ご飯も体験王国紫村内でね、食べれます。そして園内そのままお散歩しつつ、体験気になったものがあったらね、その場で入って体験をされて、でお土産なんかもね、自分で手作りだったり
でもちろんあのお土産ですね、郵送もできます。郵送サービスも行っておりますね、荷物を軽くできますね。もう最高ですね、あの観光にいらしてる方には。はい、そんな体験王国紫村のご連絡先、皆様に、ご紹介しましょう。お問い合わせ先がですね、電話番号098-958-1111、 098-958-1が4つですね。はい、もしくはですね、もうスマートフォンだとかね、ネット環境がある方は体験王国紫村、ね、紫村と引いていただくだけで、はい、ホームページにアクセスすることができますので、そちらで詳しい内容も手に入れることができますよ。そして、お食事行きたいっていう方はね、こちらも今の098-958-1111に、はい、お問い合わせください。そしてもしくはですね、あのホテル紫村ね、ちょっとあの滞在ちょっと考えてるんだけどとか、あ、今度沖縄に来るときは読谷村の、ね、ホテル紫村の方に滞在してみようかな、ちょっと内容を知りたいなっていう方、こちら、ホテルのお問い合わせ先でございます。098-958-7871、ホテル紫村お問い合わせ先 098-958-7871まで、はい、ぜひお問い合わせください。読谷村の、ね、体験王国紫村に訪れた際にはですね、まあ、あの石畳となっておりますので、まあ、女性の方はですね、高いヒールだとか細いヒールだとちょっと、ね、不便な場所もあるかもしれないので、よければね、ちょっと平べったいフラットな履物でいらしていただくと、まあ、怪我なく楽しめると思います、ね、もうヒールしか持ってないよって方はもう沖縄の島通り買ってください。はい、もう楽ですよ島通り。はい、そしてね、園内にはですね、まあ、目指せシーサー1000体ということで、たくさんシーサーがございます。もう一体一体がですね、もう持ち帰りたくなるぐらいすごく可愛いです。そしてですね、そのシーサーがですね、沖縄の方言を一つ一つ教えてくれたりだとか、元気になれるようなね、メッセージも、はい、シーサーがね、こう抱えながら皆様を、迎えてくれますので、園内のね、そういった細かい部分、シーサーがどれだけいるのかなとかね、どういったメッセージが書かれてるのかな、どういった方言がね、そのシーサーから学べるのかな、なんていうのもね、ぜひ、楽しんでいただきながらね、園内満喫していただきたいと思います。のんびりゆったり沖縄ね、ウチナータイムを楽しめる場所、それが読谷村高志穂にございます体験王国紫村でございます。ぜひね、皆様のお越しをお待ちしておりますよ。体験王国紫村の情報をお届けいたしました。ついに完成した我々のロケットが、前川君、今こそ飛び立つぞ。はい、隊長。よし、じゃあ出発しようか。ところで、どこに向かうのですか、隊長。そうだな、観光情報番組読谷ラジオを聞きながら決めようじゃないか、前川君。なるほど、
観光情報番組読谷ラジオですね。そうだよ前川くん。情報番組読谷ラジオ9時からスタートしております。時刻は CM 明けまして9時47分になっております。ここでメールをいただいておりますので早速ご紹介いたしましょう。あゆみさんおはようございます。ラジオネームなおですということで、はい、もうなおさん復活されて本当に嬉しいですよ。ありがとうございます。昨日友人がうちに、遊びに来ていて今日は静かだね。前に来た時は不発弾処理の音でびっくりして、さらに、冷静に家で過ごせるイラミナ区民にはもっとびっくりしたと言ってました。実際に読谷村のイラミナという場所は近くに嘉手納弾薬庫があるため、頻繁に不発弾処理をしているようで慣れるまでは心配なんですが、別に、公民館からも避難指示はないし大丈夫だろうと普通に過ごしております。これってイラミナならではだから読みラジに紹介したらと言われたのでメールしました。あーもういつもねその地域ならではの情報をありがとうございます。なおさん、はい、あの読谷村のねイラミナという場所なんですけれども、そうですね、あの読谷村まあ戦跡もねあるぐらいね、まあそういった歴史的な背景もあるわけなんですけれどもね、不発弾処理なんかもございます。まあでもねもちろん皆様に安全な形でねしておりますのでね、まあそういった部分もあるんだなっていう歴史的なね面も感じながら読谷村ね、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。なおさん今日もありがとうございます。さあ観光情報番組読谷ラジオ、なんと今日でね放送100回目なんです。おめでとうございます。まあ自分でおめでとうございますというのもあれですけどね、はい。さあ読谷村人口日本一の村まであと54日となっておりますけれども、そんな読谷村今湾岸一番大募集ということでですね、はい、村おこし企画として読谷村の自慢を一挙大募集しております。自慢のものや人何でもあなたの自慢を教えてください。応募方法は応募用紙に必要事項を明記の上募集箱にお入れください。応募用紙は募集箱設置場所にて配布しております。その募集箱設置場所がですね、読谷村役場、読谷村観光協会、読谷村商工会、読谷村漁業協同組合、JA 沖縄読谷支店、村内各公民館、村内各小学校、中学校、高校となっております。募集期間が11月30日土曜日まで、はい、ご応募いただいた中からですね、審査の上各賞を決定して、豪華な、本当に豪華ですよ、商品、はい、贈呈いたしますので、ぜひ村民の皆さん、そしてね、村外からもね、読谷村のね、感じたものとかもね、ぜひお申し込みいただければと、応募いただければと思います。詳しい内容は読谷村の観光協会まで。電話番号 098-958-6494、 098-958-6494 となっております。そして、今週の土曜日ですね、はい、読谷村の日座という場所で日座朝市行われます。こちらですね毎月第2第4土曜日午前9時から午前11時読谷村の日座という場所の膝という場所の膝公民館にて行われます。こちらですねいつでも誰でも何でもすぐ販売可能ということでですね、まあ、もちろん観光にいらしている方も訪れていただきたいね膝朝市となっております。その地域独特のね朝の顔感じることができるんじゃないでしょうか。はい、詳しい内容は膝公民館まで。問い合わせ先が098-956-2234、日射公民館956-2234までお問い合わせください。そして今週の日曜日11月10日にはですね、なんと、那覇市民会館大ホールにて、
現代版組踊り絵巻ユンタンザン花ういの宴ございます。こちらですね、いつも読谷村で行われているこの現代版組踊りなんですけれども、その舞台が読谷村を飛び出しまして那覇市民会館大ホールで行われます。全席自由でチケットは2000円となっておりますよ。開演が、お昼の2時と、そして夕方6時、昼夜2回公演となっております。その会場入り口でですね、なんと読谷村の物産展、はい、開催いたします。那覇で読谷が楽しめる、いいですね、はい。ぜひね、11月10日日曜日は那覇市民会館大ホールにてユンタンザン花ういの宴、ね、足を運んでいただきたいと思います。そして、読谷村立歴史民族資料館ではですね、今秋の企画展開催されております。ユンタンザ無民人、昔の庶民の衣服ということでですね、はい、昔の、ね、庶民が、まあ、どういったものを着ていたのかなっていうのもね、楽しめる秋の企画展開催しております。歴史民族資料館、午前9時から夕方5時まで開館しております。休館日は毎週月曜日と11月23日、入館料が大人200円、小中高生50円となっております。問い合わせ先は読谷村立歴史民族資料館 098-958-3141 までお問い合わせください。秋の美術展ということでですね、読谷村立美術館でも、はい、特別企画展今開催中ですので、ぜひそちらも合わせて足を運んでくださいね。観光情報番組読谷ラジオ、この番組は読谷村商工観光課、体験王国紫村他各社の提供でお送りいたしました。さあ、イベントごとね、盛りだくさんの読谷村お越しください。読谷村でお待ちしております。